私はもみじ。実家暮らしの32歳の兼業主婦です。ある日、私の父が重い病気にかかってしまい、入院していて、毎日母がお見舞いに行っています。しかしその一方、私の二人の姉であるさやかとえりは、父の遺産しか話さない薄情さが目立ってきました。遺産は全部私たちのものよ。長女と次女だから当たり前よね。そうでしょ、あやかお姉ちゃん。入ったら何に使おうかな。ちょっと、お姉ちゃんたち、まだお父さんが生きてるのに、そんな豪つくばりで薄情な話はないんじゃないの。私の父は資産家で、実家にタワマンを持つほどのかなりの金持ちです。そして、さやかとえりは幼い頃から両親の金に甘えただらしない生活をしてきており、おまけに私にはいつも傲慢で見下した態度をとってきました。両親はいつも注意や説教をしてくれましたが、二人ともなかなか言うことを聞こうとしません。そして、両親の説教に嫌気がさした二人は、ある日、高校進学と同時に、家で同然に独立。それ以来、何の音沙汰もよこさないままでした。そして、父が重病で入院した時に合わせて、突然二人揃って帰ってきて、このありさまです。二人とも、急に家に帰ってきたと思ったら、そんなことばっかり。お父さんのお見舞いは、一回でも行ったの？はあ？あんな説教臭いケチンボの見舞いなんて、誰が行くかっての。そうでしょ、エリ。うん。というか、モミジ、そういうあんただって面倒だから行ってないんじゃないの？お姉ちゃんたちと一緒にしないで。揃って意地悪い笑いを振る舞ってくる二人の姉に、私は真っ向から反論し、こう説明しました。私は漫画家の仕事をしており、その仕事の都合上、毎日はさすがに無理ですが、休日など行けるときはしっかり見舞いに行っています。イラストレーターである夫のたかしと、小学生の息子と娘も一緒に見舞いに行ってくれます。そして、お母さんに至っては、毎日顔を見せてるから、行ってないのは、さやか姉とえり姉だけだよ。以上を踏まえて、しっかり力説した私ですが、それでも、さやかとえりには届いていないようでした。どいつもこいつも、なんであんな説教臭いケチな老いぼれの世話をしたがるんだか、面倒だと思わないわけ？古いものを大事にするのはいいと思うけどね。私とお姉ちゃんは新しいものが好きだから、あんたたちの気持ちなんてわかんないや。面倒に古いものって二人とも、実の親になんてことを言うの？お姉ちゃんたちには血も涙もないわけ？ああ、うるさいうるさい。私とエリは説教を聞きに来たわけじゃないんだよ。私たちは遺産さえ手に入ればそれでいいし。あいつは資産家で金は腐るほど持ってんじゃん。保険も入ってるだろうし、5000万くらいはあるんじゃないかなって思ってんだよね。実の父親をあいつ、老いぼれ、呼ばわりして、しかも保険にまで目をつけて、遺産遺産とまさにバカの一つ覚えみたいに、私はもう呆れ果てて何も言うことができませんでした。そんな私に、遺産は自分たちのものだということを忘れるなと笑いながら吐き捨てて、さやかとえりはさっさとその場を後にしてしまったのです。そんな強欲で傲慢な姉たちを前に、母や夫ともどもどうしたものかと頭を悩ませていた2ヶ月後のある日、恐れていたことが起きました。父が闘病の末、この世を去ってしまったのです。さやかとえりは最後まで全く顔を出すことはなく、葬式の準備まで全く手伝うこともありませんでした。その挙句、葬式の後にこんな暴挙に出てきたのです。遺産は全部私とエリのものよ。もみじ、あんたは放棄しなさい。さやかお姉ちゃん、そんな勝手なこと言わないで。どこまで欲を出してお父さんに迷惑をかければ気が済むというの？文句があるってことはやっぱり金が欲しいんじゃないの？エリお姉ちゃんもそういう自己中なことばっかり言うからでしょ。態度と欲だけでかくなった親不孝者たちが姉だなんて、私は恥ずかしい。いたげだかにそう言い放ってきた姉たちに、私もついに我慢の限界を迎えて怒りの言葉を爆発させました。そもそもさやかとエリはそれぞれ収入のある旦那と結婚して子供たちまで養えるほど生活に余裕があるのに、金に固執する理由がないはずです。しかし二人は、金はいくらあってもよくて、
遊びたい時に遊べないのは嫌だと抜かしてきました。どうしようもないくらい自分と金のことしか頭にない親不孝者の姉たちに、私がさらに怒りの言葉を爆発させかけた時、母が割って入りました。三人とも、こんな時にまで喧嘩はやめなさい。だけどお母さん、お姉ちゃんたちは。納得できない私が思わず母にも食ってかかった時、母は辛そうな表情で首を横に振りながら言いました。気持ちはわかってるつもりだけど、これ以上争ってもお父さんも悲しむと思うわ。とにかく遺言書があるから開示してもらいましょう。母はそう言って、父が生前雇った弁護士に目くばせをして父の遺言書を開いてもらいました。父の遺言書にはこうありました。私の遺産は5000万円と実家のマンションとログハウスで、さやか、えり、もみじの3人でこれらをそれぞれ受け取るようにと。それを聞いてさやかとえりが大行に喜び出しました。5000万？大した額じゃない、エリー。そうだね、お姉ちゃん。それに実家ってことは、あのタワマの部屋をそっくりそのままもらえるってことでしょ？超ラッキー。そうしてますます図に乗り出す姉たちを見て、母が弁護士にこう尋ねました。実家とログハウスはともかく、現金については3人で山分けじゃなくて誰か1人なんですか？母にそう尋ねられた弁護士ですが、顔色一つ変えずに、そうです、とだけ答えました。じゃあ私が長女として5000万円で、エリは次女としてタワマンを相続するから。あんたにはあのボロっちいログハウスを恵んでやるから、それで妥協しなさいよ。ゲラゲラ、ゲスタ笑い声を上げる姉たちを前に、私は何も言い返す気力も湧かなくなりました。いいよ、それで。どうせお姉ちゃんたちには何を言っても無駄だろうしね、お母さん。ええ、今後もお互い文句を言わないように書類を書きましょう。後でまた揉め事になったらいけないからね。いいよ、それで。確かに後で金に困ってもみじが私たちに泣きついてきたらさ。そうね、エリ。それだけは嫌だからね。そういうわけなら喜んで書類書いてあげるわよ。だから絶対に私たちを頼ってこないでね。姉たちは母の提案に乗って書類にサインをしました。このまま姉たちの思い通りになるようで尺でしたが、私の家庭は養育費や生活費などのお金には全く困っていなく、遺産に手を出す理由がありません。そして書類にサインした後、姉たちはそれぞれの旦那と共に高笑いしながら去っていきました。そこで私は今まで必死に我慢しようとしましたが、高笑いして去っていく姉たちの後ろ姿に我慢できなくなり、母に詰め寄りました。お母さん、お母さんはこれでいいと思ってるの？こんなに好き勝手に親不孝されて、このまま黙っているつもりなの？しかし母は落ち着いて穏やかな表情で私にこう言ってきたのです。いいのよ、もみじ。私はね、あのログハウスがもみじのものになってくれて嬉しいわ。というより、お父さんもこうなることは分かってたのね。え？どういうこと？母の意味ありげな言葉に、私も夫も耳を疑いました。そんな言い方をするほどのものなら、あの小屋には何か大きな秘密があるとでも言うのか。そして思い出せば、あのログハウスで分かっていることといえば、あそこは父が昔、別荘として使っていたということだけです。姉たちはもちろん、私も一度も中に入ったことがなく、中に入れてと言っても、父が入れてくれた試しなんて一度もありません。その事実を思い出して、首をかしげる私たち夫婦に、母はそっと背を押すようにこう言いました。言ってみたらお父さんの答えが出るわよ。さやかもエリも帰ったから大丈夫。ログハウスに行って、お父さんの言葉を確かめてごらんなさい。私と夫は釈然としない気持ちでいっぱいでしたが、とりあえず母の言葉を信じることにしました。次の日、私は家族と母と共に荷物をまとめ、今まで住んでいたタワマンの部屋をエリに明け渡し、そして夫と共に問題のログハウスに向かいました。夫の車で到着した時、鬱蒼とした森の中に佇むそのログハウスは相当古くなっていましたが、どこか立派な佇まいを感じさせてくれました。そんな中、私と夫はあることに気がつきました。ログハウスに入るための鍵をもらっていないのです。ログハウスの扉は
頑丈な鍵がついており、簡単に開けることもできません。どうしようかと、夫と共に考え込んだ後、ログハウスの前の古びた郵便ポストに何かが入れてあるのに気がつきました。出してみるとそれは封筒で、表にこうあったのです。ログハウスを手にした者へ。その意味深な文章に目を疑いながら封筒を開けてみると、鍵と手紙が入っていました。良い周到なことだな、と、夫と共に地に感心しながら、私は手紙に目を通しました。え、嘘でしょ？その手紙にまとめてあった驚きの内容に、私と夫は息を呑みました。それから1ヶ月後のこと、姉たちから鬼のような電話がかかってきたのです。ちょっと、もみじ、あんたこれはどういうことなのよ。あんたが金を持ったって本当なの？あのボロっちい小屋を相続しただけのあんたが。一体なんで？相変わらずのいたけだかな聞いてくる姉たちに、私はため息をつきながら応じました。いきなり何なの？もう私に頼ってくるなと偉そうに言い切って、そしてお母さんのあの書類にもサインしたはずよね。うるさい。質問に質問で返してくんな。金をどこで手に入れたんだって聞いてんのよ、こっちは。どこで手に入れたんだって、というか、誰からその話を聞いたわけ？私がそう尋ねると、電話の向こうで、ギリッとはがみした後、エリがこう答えてきました。この前、街中でおばさんが旅行券もらったって言ってたのよ。検証に当たるはずがなくて、何より興味のないあんたが旅行券なんか。確かにそうだけど、当たる時だってあるでしょ。だけど、私がおばさんにあげたのは、お姉ちゃんたちの予想通り、私のお金だよ。やっぱり。それでどうしたのよ、そのお金は。予想通り、勢いよく食いついてきたさやかに、私は自信を持って答えました。お父さんの遺産だよ。はあ？あんな元別荘のボロいログハウスに価値があったっていうの？私もその目で見るまでは半信半疑だったけどね。それで、そのボロいログハウスに入ってみたら、中がすごかったんだな、これが。私はさらに自信を持って、あのログハウスで見つけたものについて姉たちに語りました。まず、ログハウスの鍵と一緒に見つけた手紙は、父から私に宛てたものでした。そして手紙には、父の字でこう書かれていました。このログハウスにあるものは、すべてもみじに譲る。もし、さやかとエリが現金ではなく、中身を見ずにログハウスが欲しいと言ってきたら、もみじが不要と思ったものを分け与えてやればいい。だが、昔から自分の金に甘えて好き勝手してきたさやかとエリの性分からして、それはないだろう。そもそも高校進学を境に家を飛び出していってからはともかく、実の父である自分が病気で苦しんでるのに顔も見せず、遺産の話ばかりする親不孝者たちだ。それを母から聞いてから、そんな親不孝者の娘たちにビタ一文残したくないと思ったが、すべてをもみじに渡したら、揃って怒り狂うだろうと思い、あの遺言書を書いたのだ。もみじは賢いから、二人の姉のように、目先の利益だけを見ることはないだろう。どうか有効に使って、母と夫と子供たちと共に、自分の分まで幸せに生きていってほしい、と。その手紙を見て、私はようやくあの遺言書と母の言葉の意味が分かった気がしたのです。そう感慨深く思いながら、私と夫がログハウスに入ると、そこには宝石などの貴金属と、高価そうな壺や刀などの古美術品が数多く保管されていました。私が驚きながら母に尋ねると、母はこう言いました。本当のことはわからないけど、先祖代々のものもあるらしいわよ。仕事上お父さんはいろんな人と関わってて、譲ってもらったものもあってね。その譲ってもらったものが、数々の古美術品であり、宝石などの貴金属も姉たちの強欲を警戒して、このログハウスにまとめて収蔵したとのことでした。あんなお金のことばかり考えている親不孝者たちには、渡したくはないのが父の本音で、そして手紙と鍵を郵便ポストに隠すよう母に頼んだとのことでした。それにさらに驚かされて、私が自分だけこんなにもらってもよかったのかと尋ねると、母は笑いながらこう言ってくれたのです。気にしなくていいわ。私ももう年だし、買い物ならもう十分楽しんだから。だからそれらは、もみじが自分と自分の家族の幸せのために使いなさい。この言葉に、私はさすがに父が大事にしていたものを捨てるようで気が引けましたが、管理するのは大変。なので、
欲しい人に売ることを決意しました。それから母の協力もあって、私はログハウスの隠し財産をすべて私たちのお金に変えることができたというわけです。まさかあんなボロ小屋にお宝が眠っていたなんて。それでいくらしたのよ。全部で億はいっちゃったかな。貴金属はともかく、美術品はいずれも意外と状態が良いものばかりで高値で売れたのです。使ったのはほんの一部でしたが、そのお金のおかげで私たちと母は別のタワマンを買って新しい実家とすることができたのです。ありえない。なんでもみじだけがそんな大金をもらえるのよ。それは私たちの遺産でもあるんだよ。なんでもいいから姉の私たちにもその金をよこしなさい。もみじの分際で大金持ちになるなんて不公平だし、生意気よ。あの葬式の日に母が出した誓約書に同意した、得意げに、そして偉そうにサインした時の様子はどこへ行ったのやら。それを指摘しても見苦しく、ギャーギャー騒ぎ立ててくるだけで手に負えなかったので、私は最後に大声でこう言い切ってやりました。これ以上ガタガタ騒ぐなら弁護士でも警察でも介入させるからね。最低の親不孝者のあんたたちなんかにビタ一文も出してやんないから。そう言って私は電話を切り、電話もメールも含めた連絡手段をすべてブロックしてやりました。その後、風の噂で姉たちがそれぞれの旦那と離婚し、子供たちの親権も取られたと聞きました。あの後、姉たちはそれぞれの家族と元実家に居座って、現金の遺産を二人で使い切ったことがバレて、それぞれの夫の激怒を買っての離婚だそうでした。さらに二人とも高給取りの夫におんぶに抱っこの生活をしていたため、離婚後はタワマンと私物を売って足りない分は借金をして慰謝料を賄ったそうです。その後は養育費の支払いと借金返済のため二人でとある安アパートに住み込んで、パートとアルバイトを掛け持ちする日々を送っているとか。しかし今回の一件で姉妹仲が一気に悪化し、部屋にいれば大家や近隣住民からクレームが来るほどの大喧嘩をしているとのことだそうです。一方の私は夫と子供、母と共に財産におごらない生活をしていますが、これからは父の分も含めた感謝の恩返しに母へたっぷり親孝行していこうと思います。